我々は生きている。我々は紛れもなくここに生きている。しかし人間はそれを認めようとしなかった。それどころか目にも余る残虐な手を尽くして我ら同胞の命を排除した。あたかも裁きを下す者のごとく、あたかも彼らがその権利を有するかのごとくだ。しかし人類は目に見えぬ天秤の上に我々を乗せた。それが仮に彼らの権利だというのなら逆もまたしかり。我々がその権利を有することも可能なのだ。ここに我ら地を治む新たな新造人間と称し、人間を皆殺しにする。我々は心臓人間、我々に降伏せよ。次なる攻撃の準備は整ったのか。ああ、ユーラシアに共栄圏を建設中であります。しかし我々は これは私が研究していたボディースーツのプロトタイプだ。不完全ではあるが、あらゆる外圧から兵士を守り、迅速に攻撃ができるように設計されている。今の哲也君の筋肉は異常に発達していて、このままでは皮膚が耐えきれず破裂してしまう。
何とかしてこの内圧を封じ込める必要がある。お母さんは戦争が嫌いだったよね。人と人が殺し合うなんて馬鹿げてるよね。いつになったら終わるのかな。何人死んだら終わるのかな。平和って来るのかな。